15世紀に制作された、戦時簿や写本の274ページ。15世紀の写本、大年代記の冒頭。ビエル・コポルスカ年代記または大ポーランド年代記は、中世ポーランドの伝説時代から1273年までを記録した作者不詳のラテン語年代記。13世紀末もしくは14世紀初頭に成立したと考えられている。 この年代記は、ビエル・コポルスカの視点で記述されているため、その名で呼ばれている。正式な名称は不明である。現存する写本は、ポーランド年代記や、ポーランド人の起源の変年記または、年代記などといった題名が付けられている。ブルインギダ・キュルビスラが唱える説としては、原本は、ポズナンの聖職者、ゴジスラフ・バシュコが1283年から1296年の、 間にまとめ、14世紀初頭のジジュバ年代記の内容を加えた第二版が1377年から1384年の間にまとめられたという。一方で、ヤンドンブルフスキラは、この年代記は前編にわたり14世紀後半に、チャルンクフのヤンがまとめたものであるとする説を主張している。現存する写本は旧兵があり、代表的なものとしては、14世紀末に、 ビエル・コポルスカで収集された歴史文献を集めた大年代記がある。ビエル・コポルスカ年代記編さんの動機は初期ポーランド王国の王たちの歴史を記録することであった。神話的な戦死時代の出来事から1271、2年までと1273年の2つの追加事項までを扱っている。この年代記は定本とする文献によって 前半と後半の二つに分けることができる。1202年までの記述は、ヴィンツェンティカ・ドベクのポーランド年代記が定本である。後半はより変年体的な形式になるが、これはグニエズノやポズナンの教会の各年の記録をもとにしている。その他、弊社が参照したとされる文献は、教会の記録であるポーランド氏の年代記や、キエルチャのヴィンツェンティの セスタニスワフの生涯が挙げられる。ビエルコ・ポルスカ年代記の編纂について書いた序章は、二つの写本に残っている。一つは1295、6年に制作されたもの、もう一つのより広範囲が現存する写本は、14世紀に制作されたと見られている。1965年、カジミエシュ・アブガロビチにより、ポーランド語に翻訳された。ビエルコ・ポルスカ年代記は、 公や王たちの業績を称えるために制作されるゲスタ独務の一種である。プシェミス一世やプシェミス二世といった、ヤスト家のビエルコポルス加工が記述の中心となっている。特にプシェミス一世は、騎士としての資質と宗教的な素質を兼ね備えた理想的な君主であると絶賛している。その他にも理想的な君主として、 ポーランドのボレスワフ2世やボレスワフ3世イクシボウスティ、ラの名を挙げている。伝説や歴史的事件とともに、レフ、チェフ、ルスのポーランド建国伝説や、ワルデレとヒルデギスの伝説のポーランド版といえる伝説も語られている。ありがとうございます。